皆さんに勝利を本部ということで、チームを引き継いでから最終戦まで、勝利を届けることができなくて、本当に、申し訳なく思っています。たくさん のご支援、そして僕たちが本当は感動とか与えなくちゃいけないのにもかかわらず、逆にそれを勇気づけられているということを、深く、お詫びと、そして最後の試合をそれをどうにか恩返しができるように最後の一戦を頑張ろうというふうに、思っております。皆さんの手でこのスタジアムを2倍3倍にというふうに思っていただけるように、最後の試合、そして天皇杯、今後も FC 東京はそういう試合をしていきたいというふうに思っています。ぜひ最後まで一緒に戦ってもらいたいというふうに思います。